俺はどこにでもいる、至って普通のサラリーマン。そんな俺も気になっていた同僚と惹かれ合い、結婚することができた。幸せな毎日を送っていた俺たちだったが、結婚1年目の記念日の翌日に悲劇は起きた。最愛の妻がこの世からいなくなってしまったのだ。俺は絶望のどん底に突き落とされ、それからの生活は一変した。そんな中、俺に声をかけてきたのは隣に住む一人の女性だった。君は俺を利用していただけ、ただそれだけのことだろう。俺の名前は森田武雄。どこにでもいる、至って普通のサラリーマン。気になっていた同僚と口喧嘩をしながらも惹かれ合って、俺たちは結婚した。特に面白みのないありがちな話だろうけど、俺にとってはこれが最高に幸せな形だった。ところがその幸せは瞬く間に崩壊してしまったのだ。最愛の妻が亡くなったから、俺は悲しみの底から抜け出せず自暴自棄になっていた。この悲劇が俺に与えてくれたのは絶望だけではなかった。俺に大切なものを教え、再び歩き出すための希望もくれたのだ。俺と真由子は会社の同期だった。小柄で背も低かった彼女は社内のみんなから妹のように可愛がられていた。しかし中身はとてもしっかりしていて、図体だけでかく何でも適当にやっていた俺は真由子からよく叱られたものだ。森田くん、また菓子パンだけ食べてるの？そういうのって血糖値を上げるだけだから、一時的にはお腹が満たされるけど、すぐにお腹が空くんだよ。栄養的に考えて。もううるさいな。そんなに人のランチに文句を言うなら、俺の分の弁当も作ってきてくれよ。彼女の手作り弁当が食べられたらいいな、とは思っていたけど、俺は冗談半分で彼女にそう言った。しかし真由子は俺の言葉を真に受けていた。その翌日から俺の分の弁当も持参するようになり、俺たちは一緒に昼食をとるようになった。ねえ森田くん、またこぼしてるよ。本当に子供みたいだね。はいはい、子供みたいな養子の人に言われたくないけどね。そんなに俺の様子が気になるなら、俺が立派になるまで隣にいて教育してやってくれよな。今度は冗談ではなく本気で言ったから、俺の心臓はバクバクだった。それでも真由子はニッと笑って答えた。仕方ないな、森田くんは私がいないとダメだもんね。ずっと隣で厳しく教育してあげるから覚悟してよね。そんな頼もしい言葉をかけてくれた真由子はもうこの世にいない。車道に飛び出した小学生を助けるために自分が車にはねられてしまったのだ。結婚1年目の記念日を祝った翌日に真由子は事故に遭い、俺の生活は一変した。もともとだらしがない俺だったけど、これまで以上に養子に無頓着になり、家はどんどん汚くなっていく。食事も独身の頃に戻り、菓子パンやカップ麺で済ませている。それでも仕事だけはなんとか継続していた。生きている以上は金を稼がないといけないから、俺が真由子を追いかけていったら怒られるに違いない。生きる希望を失い、ぼーっとした毎日を半月ほど過ごした頃だった。仕事から帰った俺が玄関のドアを開けようとすると、隣の部屋のドアが開き、女性が顔を覗かせた。あの、突然すいません。最近ちょっと顔色が良くないように感じたので心配になりまして。ここに引っ越してきて1年ほどになるが、今まで隣人とは挨拶を交わす程度でちゃんと話したことはなかった。その女性は俺と同年代でとても美人だった。そして彼女はおどおどした様子で話を続けた。余計なお世話だと思いますけど、困ったことがあったら何でも言ってください。こんな私でも多少はお力になれるかと思いますので。事情は分かっていたらしい。俺はそっけなく返して部屋に入った。同情されても真由子は帰ってこないし、惨めになるだけだ。しかしその日の晩、夕飯を食べようとした時にインターホンが鳴った。覗き穴から見ると、そこには隣の女性が立っている。
俺はため息をつきながらドアを開けた。お気持ちは嬉しいですけど、何の助けもいりませんから。彼女はビクッと体を揺らし、驚いていたが、それでも俺にタッパーを差し出した。ごめんなさい。でも、どうしても気になってしまって。あなたが体調を崩してしまえば、奥様はきっと悲しまれます。もしお口に合わなければ、捨ててもらって結構ですので。俺は彼女からタッパーを受け取り、その場で蓋を開けてみた。中身は肉じゃがで、まだ温かく、いい香りが立ち上ってきた。俺は一口だけ食べて、その場で返そうと思っていたのだが、じゃがいもを一つ口に入れた瞬間、思わず涙をこぼしてしまった。真由子が作る味にそっくりだったからだ。真由子、真由子。真由子を失ってから、初めて流す涙だった。これまではずっと気を張っていたんだ。そうしないと気持ちが折れてしまいそうだったから。突然泣き出した俺を見て驚きながらも、女性は俺に寄り添ってくれた。ダイニングまでついてきてくれて、俺が落ち着くまでただ黙って一緒にいてくれた。そして何とか喋れるようになった俺は、彼女に頭を下げた。見苦しいところを見せてしまってすみません。いえ、気にしないでください。大切な家族を亡くした気持ちは私にもよくわかります。彼女は鈴鹿という名前で、俺の一歳年上だった。彼女の夫も交通事故で命を落としていたと聞き、俺は驚いた。同じ悲しみを知る人として、俺のことを放っておくことができなかったのだろう。じゃがいも美味しかったです。妻の味にすごくよく似ていて、ありがたくいただきます。俺が彼女に感謝を述べると、鈴鹿さんは恥ずかしそうに微笑んだ。それは良かったです。森田さんさえ良ければ、これからもお食事を作りますよ。一人分だけ作るのって結構難しくて、その代わりといってはなんですが。鈴鹿さんはなぜか言葉を詰まらせたので、俺は彼女の提案を最後まで聞くことにした。すると鈴鹿さんは表情を曇らせ、話を続けた。あの、私と結婚してくれませんか？え？俺は思わず言葉を失った。夫を亡くしてまだ2年しか経っていないというのに、この人は何を言っているのだろうか。すると彼女は慌てながら補足した。あ、いや、結婚といっても形式上のものなんですけど、お互いを支え合うために結婚という契約をするというか。すみません、ちょっとまだ意味がわからないというか、どういうことですか？彼女は真剣な表情だったのだが、俺にはまだ理解できなかった。実は私、結婚してから体調を崩してしまって、外に出て働くことができないんです。彼女は結婚後、専業主婦として過ごしていて、夫に先立たれてからは遺族年金で生活をしていたという。しかし事故当時、夫婦の間に子供はおらず、彼女はまだ20代だった。その場合、遺族年金は1年間しか支払われず、夫は飲酒運転による自損事故によるもので、保険金も下りなかったという。このままでは私は生活ができなくなってしまいます。ただ私は結婚する前に家事代行の仕事をしていたので。ここまでの話を聞いた俺は、鈴鹿さんの提案の意味を理解し、彼女の話を遮った。つまり、あなたが家事全般をこなすので、代わりに養ってほしいということですか？だから契約結婚ができるように、俺に優しくして近づいてきた。すると彼女は激しく首を振った。いや、それだけのためではありません。心配だったのは本当なんです。このまま放っておいたら、森田さんの体調が悪くなってしまうような気がしてならなくて。彼女の言葉が本当かどうかはわからないし、仮に本当だったとしても、かなりずうずうしい提案だと思った。それでも俺は正直なところ、今の俺は何もかもが面倒だと思っている。鈴鹿さんの好きにしたらいいと思いますよ。家事をするのも面倒だし、彼女からの提案を判断するのも面倒だ。それにこのまま不摂生な生活を続ければ、彼女の言う通り体調を崩すのも時間の問題だ。そうなれば周囲の人間に結局迷惑をかけることになる。
そう思えば彼女の提案はあながち悪くないかもしれない。俺の回答に彼女は喜ぶかと思いきや、とても悲しそうな顔をした。ありがとうございます。ずっとお世話になるつもりはありません。在宅でできる仕事をするためにその期間だけでも。いいんじゃないですか。これからも生きていくつもりなら何か目標が必要だと思います。それじゃあ俺は市役所に行って婚姻届をもらってきますね。俺は冷たい口調で彼女に言った。申し訳ありません。よろしくお願いします。提出は私がしてきますので。わかりました。形式上とはいえ、こんなに早く再婚することになるなんて、きっと真由子は怒ってるだろうな。真由子、ごめんな。俺は心の中で彼女に謝った。その翌日、俺は会社を早退して役所に向かった。そして家に帰ると、鈴香さんは家の中をピカピカにしてくれていた。久しぶりに綺麗になった家で婚姻届にサインし、俺たちは一時的な夫婦となったのだ。その晩、鈴香さんはスーパーで安売りしていた魚介の切れ端を使ってちらし寿司を作ってくれた。明日婚姻届を提出してきますね。一応その前祝いということで。彼女は微笑みながらもどこか寂しそうだった。このちらし寿司も美味しいです。明日はよろしくお願いします。ちゃんとした食事をしたのは半月ぶりだったので、それに関しては素直にありがたいと思った。そして食事をしている途中、鈴香さんが口を開いた。私が住んでいた家はまだ解約しないつもりです。荷物も最低限だけを持ってくるようにします。どうやら彼女は再婚のことを公にするつもりはないらしい。俺も誰にも言う気はないし、会社の人にもしばらく放っておいてほしいと頼んであるから、しばらくはバレないはずだ。わかりました。ありがとうございます。ただ遺族年金の一部を貯金に回すとなると家賃しか賄えなさそうで。大丈夫ですよ。普段の生活はここでしたらいいですから。一応夫婦なわけですし。俺がそう言うと彼女は安心したような表情を浮かべた。竹雄さん。彼女は神妙な面持ちで俺の名前を呼び、思わず箸を止めた。生きてくださいね。生きていればきっといいことがあります。いいこと？真由子と再会できること？今の俺にとってそれ以外にいいことなんて思いつかなかった。後片付けを終えた鈴香さんはお風呂を借りたいと言い出した。ここはもうあなたの家でもあるから好きに使ったらいいですよ。俺がそう返すと、彼女は俺に頭を下げて浴室へ向かった。するとしばらくして浴室の方から彼女の悲鳴が聞こえてきた。俺は慌てて浴室に向かった。鈴香さん、どうかされましたか？俺が脱衣所の外から声をかけるが、彼女からの返事がない。転倒して頭を打ちつけたのかもしれない。そう思った俺は一声かけてドアを開けることにした。鈴香さん、入りますね。俺は恐る恐るドアを開けると、浴室にはキャミソール姿の彼女がスリッパを持ってゴキブリと対峙していたのだ。あ、すいません、ちょっと集中していて。でもちゃんと仕留めましたので。彼女の頼もしい姿に感心したのだが、その直後俺は鈴香さんの体を見て息を呑んだ。荒れた彼女の腕や足首周りには無数の傷跡や火傷の跡があったのだ。鈴香さん、それって。彼女はハッとして自分の肌を隠そうとした。しかし今更無駄だと思ったのか、すぐに諦め俺に話をしてくれた。すいません、気持ち悪かったですよね。見られないようにするつもりだったんですけど、これは夫にされた傷なんです。鈴香さんの夫はお酒を飲むと豹変する人だったらしい。そして鈴香さんはそんな夫から暴力を振るわれていたという。夫は執念深い性格でもあり、怖くて逃げ出すこともできなかった。事故の一報が来た時、ついに夫から解放されると安心したのだが、それも叶わなかった。彼女は対人恐怖症になっていたのだ。
鈴鹿さんはその話をしていると目から涙が溢れていた。すいません、体調を崩して働けないというのは嘘なんです。本当は人と関わるのが怖くて、夫のように優しそうな人でも裏があるんじゃないかと思ったら体が震えてきてしまうんです。そうだったんですね。でもどうして俺に声をかけてくれたんですか？彼女が俺に最初に声をかけてきた時、目は合わせていなかったものの受け答えはちゃんとできていた。それにこうして俺と話している時には体も震えていない。ベランダ？え？私がベランダに出るとお隣から仲良さそうな夫婦の声が聞こえてきました。お互いのことを思い合っていて、声を聞いているだけで私まで幸せな気分になりました。彼女は穏やかな表情で微笑んでいた。大げさに聞こえるかもしれませんが、私にとっては希望だったんです。世の中の人がみんな夫のような人間じゃない。いつか私にもお互いを尊重し合えるような相手に出会えるって、そう信じられたんです。鈴鹿さんの話を聞いて俺の中ですごい衝撃が走った。俺たち夫婦が知らないところで他人を励ましていたなんて。だからあなたは本当に素敵な人なんです。だからどうか負けないでください。生きていてください。協力し合ってお互いに生き抜きましょう。いつか奥様に会う時に胸を張っていられるように。俺の目から自然と涙がこぼれた。彼女はきっと俺のことを恐れていないわけではないはず。それなのに勇気を振り絞って俺に声をかけてくれたのだ。それは自分のためだけではなく、俺と真由子のために。この日以降、俺たちの間に壁のようなものはなくなった。些細な会話もするし、自然に笑い合うようになった。彼女は毎日家事をこなしながら資格を取得するための勉強をしている。彼女のおかげで家の中は常に綺麗な状態だし、バランスの取れた食事を食べることで俺の体調も良くなった気がする。俺たちの結婚から3ヶ月が経つと、俺はいつまでも塞ぎ込んでいてはいけないとポジティブな思考になり、鈴鹿さんも自ら外出できるようになっていた。人生は一度きりですから、後ろばかり振り返っているより前を向いて生きた方がお得な気がしますよね。素直に彼女の言う通りだと思った。俺がこんな風に思えるようになったのは間違いなく彼女のおかげだ。ある日のこと、俺は彼女への感謝も兼ねて仕事帰りにケーキを買って帰った。鈴鹿さんは毎日夜遅くまで勉強をしている。もともと法律に興味があったようで、行政書士の資格を取ろうとしているのだ。俺が家に帰ると鈴鹿さんはいなかった。買い物にでも行っているのだろう。俺はケーキをしまうために冷蔵庫へ向かうと、なぜかダイニングの引き出しに目が留まった。少しだけ開いている。普段なら気にならないはずだが、俺は胸騒ぎがして引き出しの中を覗いてみた。するとそこには俺と鈴鹿さんが記入したはずの婚姻届が入っていたのだ。これはどういうことなんだ？婚姻届はすでに提出されているはず。そこへ鈴鹿さんが帰ってきた。ああ、竹雄さんお帰りなさい。ちょっとコンビニまで買い物に。元気な声が徐々にトーンダウンしていった。俺が婚姻届を持っていることに気づいたようだ。俺たち結婚なんてしてなかったんだな。夫婦じゃなかったんだ。どうして嘘ついたんだ？それは。鈴鹿さんの顔色が徐々に悪くなっていった。いや、俺が君のことを責めるのもおかしいか。そもそも俺はこの結婚をしようと思っていなかったし、いつかはこの関係だって終わるはずだったんだから、離婚が省けたってわけか。しかし俺はショックを受けていて、それには自分が一番驚いていた。信頼していた人から騙されていたからなのか、いや、それだけじゃない。俺は彼女を失うことが怖かったんだ。いつからか俺の生活の中に彼女がいることが当たり前になっていた。そしてこの生活がずっと続けばなんて思うようになっていた。
それくらい俺は彼女との日常を楽しんでいたんだ。しかし、それは俺だけが思っていたことで、彼女はそうじゃなかった。提出されていない婚姻届が何よりの証拠だ。すると鈴鹿さんは弱々しい声で否定した。違うんです。何が違うの？最初からそういう約束だったじゃないか。俺たちはただの契約結婚だったんだろう。まあその契約結婚すらしていなかったんだけどな。君は俺を利用していただけ。ただそれだけのことだろう。俺は感情をコントロールできず、彼女にひどい言葉を吐いていた。はっと我に返ると、鈴鹿さんは涙を流していた。俺はこの状況に耐えられなくなり、部屋を出ようとしたが、彼女の言葉が耳によみがえり、俺の足を止めた。人生は一度きりですから。俺の人生も真由子の人生もどれだけ願っても戻っては来ない。しかし鈴鹿さんは、俺に生きていれば何度でもやり直せるということを教えてくれた。俺が彼女の方を振り返ると、鈴鹿さんも俺の方をじっと見つめていた。今まで嘘をついていてごめんなさい。どうしても出せなかったの。それが一時的なものだったとしても、身も心も傷だらけの私とあなたを夫婦にしたくなかったの。彼女はその場で泣き崩れた。この1ヶ月間私は本当に幸せだった。この時間がずっと続けばいいのにとも思った。竹雄さんが奥さんのことを忘れていないことだって分かってるのに。鈴鹿さん、彼女は俺のことを思ってくれていただけだったんだ。それなのに俺は勝手に裏切られたと勘違いしていた。俺は彼女に歩み寄り、肩にそっと触れた。俺たちならお互いを尊重しながら生きていけるんじゃない？鈴鹿さんは涙で濡れた顔を上げた。俺も鈴鹿さんも過去を変えることはできないし、忘れることもできない。でもそれでいいんじゃないかな。これからはちゃんとした夫婦として一緒に支え合って生きていこう。私なんかでいいんですか？俺は鈴鹿さんだからそう思ったんだ。俺がそう言って微笑むと、鈴鹿さんは再び涙を流した。翌日俺たちは二人で一緒に婚姻届を提出し、正式な夫婦となったのだ。それから2年が経ち、俺は最近毎日のように美容外科について調べている。昨今の医学は目覚ましく発展していて、古い傷跡でも目立たなくすることができるということを知った。治療費はそれなりに高額だけど、鈴鹿さんの行政書士の仕事も安定してきたし、俺のボーナスを使えばなんとかなるだろう。この病院が良さそうだ。鈴鹿さん、ちょっといい？相談したいことがあるんだけど。ちょっと待って。開いていた窓から大空を見上げると、真由子がニコッと笑ったような気がした。おしまい。今回のお話はいかがだったでしょうか。最後まで読んでいただきありがとうございました。ぜひ感想をコメント欄にて教えてください。少しでもいいなと思っていただけた方は、チャンネル登録、評価よろしくお願いいたします。